番組ナビゲーターの松本若菜です。中村雄一です。桶狭間の戦いでなぜ家康は生き延びることができたのか。何してんだよ。鉄砲が初めて使われた戦いとは。かかれ。知多半島の歴史は驚きがいっぱいです。ぜひお見逃しなく。